どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は第3回レイドイベント、前回から間隔が異常に短いですね。僕たちは前回のレイド、その次の週には24区戦ということで、もうライフポイントは限りなくゼロに近いはずなんですけど、さらに追い打ちをかけてきたということで早速やっていきましょう。上城の拳、シャチ、流れる水のごとくということで、まあシャチですね、まあ、グールしか、いや排斥したわ、ごめん、てっきりグールだけかと思ってたら排斥したな。まあ、あいつのグールみたいなもんだけど、まあいつものごとくスタミナ10を消費して、シャチを見つけて、100レベルまで上げてっていう、毎回本当フレンドの人、救援に来てくれてありがとうございます。敗戦の時には本当に助かりました。うん、レベルマックスまでいけたしね。今回もねよろしくお願いします。ちょっとねこの後出かけなきゃいけなくて、時間がないんですけど、私できるかな、アップ。はい、シャチ、レイドボス出現、今すぐ挑戦。マジ、お、ヒデ久しぶりやな。つか3週間ぶりぐらいかな。積んでやる。あー腹減った。これな、何がだるいって、60後半まで持っていくのにめんどくさすぎてさ、最初の段階石10個やるから60ぐらいまで飛ばさせてくれよ。石10個じゃ無理か、ここらかな。リーゼムッキムキやな。はい、まあ毎回初見の動画上げてるけどさ、全然手応えないでしょ、1とか。まあまたね、夜とか、今日はどうだろうな、土曜日とか日曜日とか、これ持って、これいつまでやるんだっけ、見てみよう。スペシャルフレンドガシャか。あ、そうだな、ちょっとこの動画その1回だけじゃ短くなっちゃうから、スペシャルフレンドガシャ引こっか。11月15までか。え、違う、11月8日まで。あ、全然時間あるな。なんだ、3日でよかったのに。レイドってさ、なんかあの鬼畜感がさ、この限られた期間とあの難しさでさ、石を砕かなきゃダメっていう条件があるから面白かったのにさ、なんかもう、なんだろうね、このダラダラやる感じはあんまり面白くないな。さあ、スペシャルフレンドガシャ引いていきましょう。鳴神欲しいね、覚醒させたいから。今何ぼ溜まってんだろうな。あー、なるほどね。とりあえず100連と140、ちげえわ。あ、いいのか。100連と40連引けるのかな。じゃあ140連ですね。まあそう簡単には来るとは思ってない。鳴神出た日はね、1日に2本出たんですよ。謎なんだよな。鳴神を覚醒させるぐらいならねっていう感じもするんですよね。うん、捜査官とかまだまだ平子とか覚醒させたいしね。さあ倉庫行ってる前にもう40連終わったっていう。パンパン引いていくよ、時間ないからね。はい、次次。オッケー。鳴神さん、あと1本あれば1本目が完成するんですけど、鳴神は、おい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 、逆に銀がレアだわ。草生えた。は、やめろやお前マジで笑っちゃうわ。おい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 、久しぶりにレアが手に入ったからってお前こぞって覚醒しだすの。おい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 、おかしいよな、この後に及んで銀はおかしいよな。はい、1枚ってやめろ、どうせ決勝なんだからさ。
よっ、うえ、来た、ほら見ろ、ナルカミ。これナルカミだよね、紫って確実に。はい、ナルカミいただきました。いいですね。あと1本ぐらい出てきてもいいんじゃない。2本目の位置確させたいからさ。おい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 、やめろマジで、ほんと不謹慎だろおいおいおい、ラストを締めくるのも銀ですか。まあまあ、でも鳴神1本出たからいいでしょ。はい、反応薄かったかな、鳴神出た時。自分でももうなんか3回目だからそこまで驚かなかった。ということで、一応見とく。鳴神が出たんで、はい、出ましたね。鳴神出たんで合成させて覚醒させましょう。ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。